はアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティにかつてあった野球とアメフトの兼用スタジアム。MLB シンシナティレッツ、NFL シンシナティベンガルズのホームスタジアムである。アトランタフルトンカウンティスタジアム、ブッシュスタジアム2に次ぐ3番目の円形兼用球場。ただし、マウンドと各類周辺を除いたフィールドの全面を人工芝で覆ったのはこの球場が初めてである。 1996年、電力会社のシナジー社との命名権取引が6年600万ドルで成立し、球場名がシナジーフィールドに変わった。ベンガルズが2000年に新球場、ポール・ブラウン・スタジアムへ移転したため、2001年シーズンに先駆け、フィールドを天然芝にしたり、左翼から中堅までのスタンドを撤去するなど改装が施され、野球専用球場になった。 2002年シーズンが終わると、隣に建設された新球場グレート、アメリカンボールパークへ、レッツが移転したため、2002年12月29日、爆破解体された。オハイオ川沿いに立つリバーフロントスタジアム試合風景、1試合風景に2002年の爆破解体。ありがとうございます。